どうも、クローバーズ田辺です。2022年12月23日、ホイットニー・ユーストン、アイワンダ・ダンス・イズ・サンバディ、公開初日にやってきました。多分今年見る、今年劇場で見る最後の映画になると思います。楽しむぞ。ホイットニー・ユーストン、アイワンダ・ダンス・イズ・サンバディ、上映終了後のレビューになります。いつもだったら、あの、劇場の、こう、もう出口出た後に、一言、感想を言えたりするんですけど、今回ちょっとあの、一言言う体力もないぐらい、ちょっと悲しい気持ちになってしまう映画でした。こう、あの、僕らの世代、まあ、僕52歳で、なので大体あの40代から50代にかけての大人は多分この青春時代をホイットニー・ヒューストンさんの音楽と共に過ごしてきた、もうリアルタイムにこのホイットニー・ヒューストンさん歌う姿とか、そのライブ映像とか、そういうのをこう身近に感じてきた世代だと思います。この僕ら世代が見た時にあまりにも辛い、このアイワナダンスサンバディ、この予告編でもこの曲に合わせて映画のこのワンシーンとかこう予告編見ることができたので、あ、このきっとホイットニー・ヒューストンさんの歌を聴きつつまた元気をもらえるよう なそういう映画なんじゃないかってちょっと期待してしまってたんですよ。でも僕ら忘れてたんですよ、ホイットニー・ヒューストンが亡くなった理由とか、このよく噂されてた家族とのこのしがらみとか、だ、この予告編があまりポップだったので、なんか、この、楽しくこう2時間過ごせるのかなと思ったら、もうどんどんなんかこう、悲しい気持ちになってしまって、であの、行きの車では、ホイットニー・ヒューストンさんのベストを聞きながら、こう、ふーんって言ってたんですけど、もう帰りはもう何も聞けない、無音の状態でこう、そのぐらい、こう、強い、こう、メッセージじゃないな、なんかストーリー、見せる力があるんですよ。ただその力が、こう、マイナス方にいっちゃうというか。僕、あの、この映画、実はあの、身近な人にはみんなに見に行こう。ぜひ見に行った方がいいよって勧めてたんですよ。その理由の一つは、あの、音楽映画というか、その、ミュージシャン、アーティスト、そういう人をこう取り上げてるその映画って、音楽映画って、劇場の大きなスクリーンで、例えばそのマイケル・ジャクソンさんの This is It。あの This is It 見た時も、もうマイケル・ジャクソンが歌い踊る姿を大画面で見れて、そしてさらに大音響、スピーカーからの。その音楽を、その歌を楽しむ、もう純粋、音楽好きっていうか、その、多分マイケル・ジャクソンさんのこの姿を見ながら、大音量で音楽を受け止めたいっていう時に、もう、DVD 化されて、お家のちっちゃいパソコンのモニター見るよりも、もう劇場で公開してる間に何回でも足を運んで、このマイケル・ジャクソンさんの音楽に浸りたいっていう、そういう喜び方があると思うんだよ、楽しみ方が。で、その、ボヘミアン・ラプソディもそうでしたよね。この、ドラマ、映画、この、あ、This is It はちょっとドキュメンタリー。あの、ボヘミアン・ラプソディはクイーンの、なんかこのドラマというか、この結成からフレディ・マーキュリーの、この、悲しい思いとか、こう音楽とのこの絡めた、その素晴らしい映画だったんですけど、まあ、あの、ボヘミアン・ラプソディ自体は、ちょっと辛いところもあったんですよ。希望があったんですよ。なので、このクイーンの音楽大好きだったので、その音楽も楽しめた。ドラマも希望があった。でも、ホイットニー・ヒューストン、アイワンダ・ダンス・ウィズ・サンバディは、希望がないものもあるんですよ。辛いなーって、ちょっと悲しいなーっていう気持ちになって、なんか、ズーンと落ち込んじゃって。だあの、まあ、若い頃に聴いてた楽しい思い出と一緒にホイットニー・ヒューストンさんの音楽があって、歌声があって、それが、本当にもう、この楽しみで見に行った映画ですごく落ち込んでしまったっていう、この、
このホイットニューストン I want to dance with somebody を見ると、しばらくホイットニューストンさんの音楽をちょっと聞けないなっていう気がして、だから僕帰りの車に聞けなかったんですよ。やっぱその要は I want to dance with somebody とか楽しい曲とか、そのラブソングとかの優しい曲とかもすごくもう思い出と一緒にこういろいろこう優しい気持ちになれてたのに、この映画を見た後その裏でこんなに孤独でもうしがらみと戦っていて絶望していてっていうのを知ってしまうと、なんか 100% 音楽を楽しめなくなっちゃうというか、しばらくちょっとあのもう本当にヒューストンの音楽に触れるのはちょっと悲しい思いをっていう気がします。決して悪い映画じゃないんですよ。ドラマチックだし素敵な音楽をもう大音量で聞くこともできるし、映画としての力は素晴らしいものがあると思うんですけど、このホイットニー・ヒューストンさんに思い入れがあるというか、このホイットニー・ヒューストンの音楽をこの癒されてたとか、その優しい世界が好きだとか、あの歌声が好きだって思ってる人がその頃でこんな悲しいことがとかって思ってしまうと、やっぱりちょっとこのホイットニー・ヒューストンの音楽を聞くとちょっと傷ついちゃうというか、また難しいです。今回のレビューすごい難しいです。一つだけいい、もう本当に、あ、よかったと思ったところは、ホイットニー・ヒューストンさんの人生を描いてるんですけど、そこに、この人種差別で傷つけられたとか、その理不尽な暴力に耐えたとか、そういう、その表現がなかったんですよ。僕、これすごいほっとして、これちょっとまだ僕、個人的な話なんですけど、僕、小沢の町に住んでいて、嘉手納基地が近くにあって、僕のお家の周りは、その、基地で勤めてる兵隊さんの家族が住んでたんですよ。なのでそこで、うちの向かいに黒人さんの家族が住んでいて、もうお父さん身長2メートルがすっごい大きい人で、ちょっと怖かったんですよ。で、それが、子供が3人、上からシェロ、ジュニア、フロリーナって言って、お姉ちゃん、長男で、次女のフロリーナ。で、この、お姉さんが確か自分と同い年かちょっと上なのか、でそっか一つずつ年離れてたのかな。そしてこの引っ越してきてうちに挨拶に来て、なんか上の二人は「はーい」とか「イエーイ」とかって言って、なんかこう「なんかよろしくね」みたいなすごい元気な子だったんですけど、このフロリーナ、末っ子のフロリーナちゃんがこの挨拶しようかなピシャって見た時に、くるっと回って、そのお父さんの人に隠れてちょこっと見たんですよ。はあ、かわいいと思って。だから、初恋とかじゃないんですけど、女の子。あ、だから、ちっちゃい頃って、なんか男も関係ないじゃないですか。それが初めて、女の子、かわいいと思ったのが、その、フロリーナちゃんで、黒人さんで。だから、そこから大人になっていくにつれて、その家族と同じ皮膚の色をした人たちが、差別されてる、理不尽な暴力に遭ってると、この虐げられてるっていうのを見ると、もうすごく胸が痛くて、だからこの差別的な表現のある映画って苦手なんですよ。だから僕の身近でそういう差別すると僕ももう絶対友達になれないと思ってるし、だからこの映画で良かったのはそこにスポット当てないで、本当にホイットニー・ヒューストンという一人の人間を描いていた。ただ差別されたとすれば同じ黒人同士での差別、なんか白人に媚び売りやがってみたいなこと言われてしまうっていう、だからこの辺は悲しいなと思ったんです。そこ深く掘り下げないで、あくまでもホイットニー・ヒューストンという一人の女性の一人の人間のこの人生を描いたっていうところは、僕はこれ良かったんじゃないかなと思いました。変にいろんな社会性を含むよりも本当に彼女個人にスポット当ててドラマにしてたので、だからそのスーパースターの孤独絶望とか、こんな素晴らしい歌の裏でこんなことがあったんだっていう、その伝わるパワーはすごいんですよ。ただこの事実がすごすぎて、やっぱり
ホイットニー・ヒューストンさんを、その彼女の歌声を愛してた人間からすると、あ、辛すぎる、なんか悲しすぎるって思っちゃうんですよ。なんかうまくデビュー、 なんていうのかな、あの本当にあのホイットニー・ヒューストンさんの音楽が純粋好きだったという方、彼女の歌声を愛してたという方、ちょっと辛い気持ちになります。傷つきます。彼女の気持ちになった瞬間に、なんでこんな、ホイットニー・ヒューストン、 I wanna dance with somebody、 予告編、あのテレビやインターネットで流れている予告編を見ると裏切られます。ポップ、全然ポップじゃないです。どんどん重くなって悲しくなっていくので、それをちょっと覚悟していった方がいいかもしれないです。僕もあの明るい映画だと思って、こうワクワクして見に行ったら、どん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 こう気持ちがこう悲しいってなっちゃってたので、覚悟していけば大丈夫かもな、かもしれないなと思います。ぜひあの、まあ、劇場に足を運んでどう思うのか、また皆さんの感想もコメントいただけたらなと思います。